ジョン・ピーター・ラッセルはオーストラリア出身の印象派の画家。ジョン・ピーター・ラッセルは1858年シドニー東高のダーリング・ハーストで生まれた。父・ジョン・ラッセルはスコットランドの義士であり、小さい時にオーストラリアに渡り兄の経営するエンジニア工場 PN ・ラッセル社に加わった。母、シャルロット・エリザベスはロンドン生まれの女性である。 ジョン・ピーターはその4人兄弟の長子である。ジョン・ピーターは弟のパーシーと共にニューサウスウェールズ州のゴールバーン港に通った。18歳の時からイングランド・林間のエンジニア会社ロビー社で徒弟として働き、技師としての技術を身につけた。他方、子供の時から A への興味を持ち続け、モヤの中の林間大聖堂を水彩で描いている。ジョン・ピーター・ラッセルによる フィンセント・ファン・ゴッホの肖像画。1877年、父・ジョンはシドニーで業績不振であったエンジニアリングの仕事を畳んだ。そして1879年休止した。ジョン・ピーターは自分の将来を考え直す機会を与えられることになった。シドニーに1年間滞在した後、1881年1月5日、ロンドンのスレード美術学校に入学し、 三年余り、フランス出身の画家アルフォンス・ルグロの下で学んだ。それからパリに出て、フェルナン・コルモンの画塾に入り、一年半勉強した。コルモンの画塾で、フィンセント・ファン・ゴッホと知り合い、彼の肖像画を描いている。この他、アンリ・ド・トゥールーズ・ロートレック、エミール・ベルナールらも同塾生であった。1883年、生の友人トム・ロバーツ、ウィリアム・マロニーとに、 スペインを旅した。1887年にはシチリア島を訪れている。1888年2月8日、パリでオーギストロダンのイタリア人モデルマリアンナと結婚した。その年、彼はブルターニ半島の沖にあるベルイルアンメールに移り住んだ。ゴッホとの交友関係は続いており、1888年、パリからアルルに移ったゴッホはラッセルに 仕事の進捗状況を知らせるために12枚の素描を送った。ゴッホ死後の1897年、アンディ・マティスはベルイル島のラッセルを訪れ、印象派やゴッホの絵を紹介されて衝撃を受けた。ラッセルはこの時、マティスにゴッホの素描12枚のうち1枚を与えている。マティスは後に、ラッセルは私の死だった。ラッセルは私に、 色彩の理論を教えてくれた。と10回している。1908年、妻マリアンナが亡くなると、ベルイル島を去って、パリに移り、娘で歌手のジャンヌと共に、南仏へ向かい、一時イタリアのポルトフィーノに住んだ。1912年6月17日、パリでアメリカ出身の歌手カロリーンと再婚した。第一次世界大戦の開戦で、5人の息子が、 イングランドで連合国軍に加わったのを機に、1915年、自分もイングランドへ戻った。第一次世界大戦が終わると、4番目の息子シオードと共にニュージーランドへ移った。ここで2年間の滞在中、数々の水彩画を描いた後、シドニーのアトソン湾に行き、船からの港の風景をしばしば描いた。1930年4月22日、 シドニー南東高のランドウィックで心臓発作により亡くなった。妻と彼女との間の息子一人、そして最初の結婚で生まれた子供六人が残され遺産を相続した。初期には肖像画や生物画を描いていたが、次第に海や陸の風景、家庭内の光景を描くようになった。現在、彼は色彩に関する豊富な知識に基づいた色使いで注目される。 ロンドンやパリでの競争を嫌い、ベルイル島で純粋な色彩の追求に没頭した。彼の死後はいとこのテア・プロクターが知名度を上げようと努めたが、ほとんど世間からは忘却されてしまった。娘が彼の油彩画21点をルーブル美術館に移動し、現在はパリのロダン美術館に収蔵されている。また、現在、オーストラリアの主要な美術館でも彼の作品を見ることができる。 ありがとうございます。